再開交通、再開交通株式会社、再開交通、再開骨 COLTD は、長崎県再開市にあるバス会社、長崎自動車株式会社、長崎バスの子会社として運営されており、再開市と長崎市の旧外目町地区を主な営業エリアとし、一部の路線は、長崎市中心部に乗り入れている。長崎バス、 瀬戸営業所を分離する形で2003年10月1日に運行を開始した。かつて、長崎バス、瀬戸営業所が管轄していた再開手を瀬戸地区や池島、松島地区は人口が減少し、バスの乗客数減少に悩まされていた。このためバスの運行継続を目的に、瀬戸営業所を個会社化する形で発足した。 保有車両数は2011年3月時点で34台で、大瀬戸町瀬戸板の裏号の本社を中心に、路線バスを運行している。堺海市の西園義半島、旧長崎バスエリアと隣接する長崎市の旧外目町地区、堺海市の旧大島町、旧咲戸町、いずれも、旧西園義郡旧大崎バスエリア、離島の池島、旧西園義郡外目町、 現長崎市及び松島の3つに区分される。日曽の義半島では、主に本社営業所がある板の裏、大瀬戸町瀬戸板の裏号を発着地とし、半島西部の海岸沿いを南下して、旧外目町を経由し、長崎市三重地区の桜の里ターミナル、長崎市中心部の長崎新ターミナルを結ぶ路線と、板の裏をはじめ半島西側五島ど、相撲だ沿いの下市の裏、 大瀬戸町瀬戸柏浦号、大田は、西海町、大田和号周辺及び西海橋と、半島東側大村湾沿いの大串、西秘町、大串号周辺を、木、終点とし、その両地区を結ぶ路線が運行されている。このほか、沿線にある学校の通学範囲に合わせた路線、長崎市、コミュニティバスとして、旧外目町の上浦地区と黒崎地区において、 沿岸部部と山間部を結ぶ路線も運行されている国道202号線長崎市三重町の柏山町入り口の交差点より北部と国道206号線西比町大串号の大串交差点より北部及び接続する県道12号線は再開交通の単独路線である国道202号線長崎市三重町の石原停留所より長崎市中心部方面と大串より 国道206号線を南下し、再開交通が路線を保有するふたまた、西比町、備庁、時号までは、長崎バスとの共有路線であり、停留所表中は、長崎バスと共同で使用し、通過時刻は、長崎バスの時刻表に表示されている。なお、時刻表には再開交通の運行便であるという、特別な表示はなく長崎バス同様に表示されている。大島。 先と、礼浦島、先と島の島内では、佐世保への高速線航路と大島造船所があり、人口が集中している大島北部を中心にダイヤが組まれており、主に大島北西部の西大島を経て、南端の大崎高校を結ぶ路線と、東部の県道15号線を経由して、中東大橋を通り先と町、礼保地区を経て、先と島の本郷を結ぶ路線が運行されている。 西園木半島地区と大島、先都地区ではそれぞれ独立したダイヤが組まれ、大島大橋線が両エリアをつなぐ形で運行される。かつて山口吉郎上門という人物の会社が瀬戸時津線として運行していた路線である。1941年、昭和16年に長崎バスが買収し、長崎バスの運行路線となった。買収後は、 長崎バスにより長崎と日瀬との経路で運行されていた。1965、昭和40年頃の滑石トンネル開通に伴い、経路が滑石、瀬狩経由に変更され、所要時間も短縮された。長距離路線であり、大瀬と外見地区住民の長崎市中心部への通勤通学の時間帯を中心に直通運行される。沿線の神の浦地区、長崎市、 上浦江川町周辺、鉄地区、長崎市東鉄町、東鉄町には、集落内に停留所があり、原則として、国道202号の橋梁を、新上浦橋、鉄橋を通らず集落内の旧国道を通る。長崎新地ターミナル行きは、出島表門橋経営として運行される。接続便は、板の裏長崎新地ターミナル線、直行便を分割したダイヤで、 桜の里から、板の裏間を1時間に1便程度、直行便か、接続便のいずれが通る形で運行される。乗り換え用の長崎新地ターミナル発桜の、里ターミナル行き、長崎バスの桜の里営業所運行は、行き先表示に、板の裏行き連絡が併記される。 ほとんどの便が桜の里ターミナルにおいて一部乗客が乗り越えることを前提としたダイヤ編成になっており、先発便の桜の里到着後に接続便の板の裏行きあるいは長崎新地ターミナル行きが発車す。一部の便は、再開市大瀬戸町瀬戸西浜号の西園義高校前を経由し、桜の里ターミナル、または高風台車庫まで延伸して運行する。直行便同様、 神の裏、鉄地区においては、集落内の旧国道を運行すが、桜の里ターミナル発番の裏行きの一便のみ、集落内を経由せず、国道202号の鉄橋、新上浦橋を経由する。西園木半島西部の再開市役所の本庁がありさ、異界交通の本社営業所がある、再開市大瀬戸町の中心部、板の裏、下子の裏と、 西園木半島東部の再開市正規町大串を結ぶ路線で、西園木半島北部を一周できる環状線である。大きく二つのルートに分けられ、大瀬戸ショッピングセンター前の菓子の裏、大瀬戸町瀬戸菓子の裏号から国道202号線沿いの集落を経由しながら、西園木半島の北部を回り再開橋東口、佐世保市張尾東を経て、大串。 西開市整備町、大串号を結ぶ路線、横瀬経由と、西開交通本社営業所の板の裏、大瀬戸町瀬戸板の裏号から下子の裏を通り白浜、大瀬戸町瀬戸西浜号から、西そのぎ半島を横断し、大串を結ぶ路線、下山経由がある。大串からは、長崎バスの路線も発着しているが方向が完全に異なっている。開地域では、明治末期から、 大正初期頃まで乗り合いバ車が陸上交通の手段であったとされる。自動車交通になったのは1912年、昭和4年頃であり、京駅自動車が都議津滞大串島及び大串大田和間で路線バスの運行を開始した。また、西園木半島一円は長枯れ自動車という事業者運行も路線バスの運行を行っていた。1940年、 昭和15年11月4日に長崎バスが長、枯れ自動車。翌年には、京駅自動車を買収し、長崎バスが、西蘇の議半島で、路線バスを運行するようになった。ただし、戦時体制により1944年、昭和19年2月に運休、本格的な運行開始は横瀬経由が1952年、昭和27年、下山経由が1953年、 昭和28年となる。一部地区を経由しない便や、大瀬戸地区と再会町、大田地区、大串を起点として一部区間を運行する便も、あるなど、運行系統は多岐にわたる。また平日のみの運行で、本数は少ないものの、大田港より南下市フル後、再会町、大田和港から、川内鳩場。 再開町川内号まで半島を横断する県道43号線を通行し、再開橋東口や、二股、学休日は大串を結ぶ路線、瀬川木場線、板の裏から、下山経由で白藤橋まで行き、そこから枝分かれして山間部の鉱物、大瀬戸町雪の裏鉱物号を結ぶ、路線、鉱物線、再開総合支所前から、西海中学校前を経て、 タンオサムを通る路線、エリ経由、メンダカから再会町石田地区を経て、再会総合支所へ通る路線、石田経由なども運行されている。感情的な路線でもあるため通学時間帯を、中心に発着地を、板の裏や下子の裏、大串に固定せず、校内に設置された、停留所、大瀬戸中学校前、正秘中学校前や正秘農業高校の最寄りである、二股。 生費町クエ号まで延伸し、通学区域に合わせて運行する便もある。横瀬経由便の経路上にある柳口バス停には近隣住民によりトトロが設置されていた。再開橋経由佐世保線が廃止された現在、廃棄まで足を伸ばす唯一の路線である。生費農業高校の授業形態に合わせ運行されており、 時刻表には記載されていないが、再開詞の資料や路線図などで運行されていることが確認できる。大島大橋を通り、西園木半島地区と大島、先都地区を結ぶ路線。大島大橋が開通した翌日1999年、平成11年11月12日運行開始。大田和地区を発着する便については、通勤時間帯を中心に、 大島造船所の終業日に合わせて運航する便が、あり大和港ではなく大沢を始発とする便や、造船所もよりのま込め三橋前発着する便、またま込め三橋前を経由して、第二三橋三橋を発着する便がある。昼間便は、ま込め三橋を経由せずに、第二三橋を発着する。大島北部を中心に、大島東側の県道15号線を南下。 中戸から中戸橋を渡り、霊浦島の旧、先戸町中心部を経て、先戸島の先戸本郷、または、ホテル先戸を結ぶ路線、大島先戸線と、北西部の西大島を経て、南部の大崎高校を結ぶ路線、西大島線をメインとして運行している。かつて、大島と霊浦島、先戸島は、私船で両島を行き来していたが、1952年、 昭和27年に大島と霊浦島、先と島を結ぶ中戸橋が仮設され、これを機に住民が路線バスを望。一1957年、昭和57年2月10日よりバスの運行を開始した。主に大島営業所前から先と本郷間を運行しているが、黒瀬農協前や馬込山橋前、先と島ではホテル先とを発着する便や経由地においては、 一部において、マサゴ町を経由せずに、大島郵便局前を経由する便、霊保桟橋から延伸した浅間町、後方から延伸した東山を経由する便、高速線発着地の第二桟橋を経由しない便も、運行されている。西大島線は、大島北部から、百利ヶ岳を越え北西部の西大島地区を経て、南部の大崎高校を結ぶ路線を運行しており、朝夕は、 大島東側の県道15号線を通って、島内を一周する循環する路線が運行されている。主に、黒瀬農協前を発着する便が運行されているが、便によって、大島営業所前、ま込め橋前を発着する便、第二さ橋を経由しない便も運行されている。旧外目町北部の沿岸部と山間部を結ぶ路線で、長崎市、 コミュニティバス外目線の一系統として運行されている。車両はトヨタハイエースで運行される。旧外目町南部の沿岸部と山間部を結ぶ路線で、大木山線と同じく、長崎市、コミュニティバス外目線の一系統として運行されている。上り下りともに、朝の一便のみで、津文化村と遠藤周作文学館を経由しな。車両は、大木山線同様に、 トヨタハイエースで運行される。離島内で運行される路線。池島線は1960年、昭和35年5月30日、地域住民の要望に応える形で運行開始。長崎バスの路線で初めてワンマンバスの携帯が採用された。当初は運賃が10円均一であったため、島民の持つ10円玉のほとんどがバスに集中し、 生活に影響が出たこともある。松島線は1981年、昭和56年、地域住民の要望に基づき運行開始。炭鉱はすでに閉山していたが、松島火力発電所運転開始に伴う、地域活性化の兆しが見えたことにより乗り入れが決断された。2015年4月からは、再開始のコミュニティバスとして運行されている。 離島であるため他の路線とは接続できず、長崎スマートカードも利用できない。池島線、松島線のどちらも、トヨタハイエースで運行される。メーカーは主に、日野、伊須津で、ほとんどが長崎バスから移籍した車両、もしくは大崎自動車から引き継がれた車両を使用している。車体デザインや、基本的な機材、内装も、長崎バスとほぼ同じ状態で使用され、 車両番号も長崎バスと合わせた投資番号が用いられる。長崎バスとの違いは、社名表示の再開交通とサセボナンバー、長崎バスの車両は長崎ナンバーなどである。平成22年1月に車椅子上降用スロープ板を装備した中型ワンステップバスの新車が3台導入され、大島、先と地区など、 人口の少ない地区を中心に運行されている。ほとんどの車両が行き先表示に方向膜を使用しており、LED 表示器を装備する車両は、長崎バスからの移籍車など一部にとどまる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。